クルスは制服を集めにやってきたコスプレが趣味の宇宙人。セーラー服やスクール水着やナース服なんかを盗んでコレクションしてたんだけど今は改心したみたいだクルスの超進化能力には俺も助けられたり苦しめられたりしかし洗うと価値がなくなるなんて使用済みコスチュームをため込んでおくのはやめてほしいな。